女性モデル、タレントで、元レースクイーン。香川県高松市出身。同志社女子大学卒業後、2009年から、モデル活動を始め、2010年のフォーミュラ日本で、ペトロナスチームトム S、AC クイーンとして、レースクイーンデビュー。翌2011年には、スーパー GT500 クラス、ウェッツスポーツレーシングプロジェクトバンドのレースクイーンを、春並木、 三島ゆかりと共に務めた。この年から、ウェッツのコスチュームのロゴは、それまでの、ウェッツ、スポーツレーシングチームウィズバンドから、ウェッツスポーツスーパー GT500 レーシングチームバンドに、リニューアルされている。翌2012年のスーパー GT では、赤西綾と共に、ハンクックレディを担当。通常ハンクックレディは、日本人2の3名が選ばれていたが、この年は初戦のみ、 佐野、赤西と韓国人、女性2名の、計4名体制であった。同年には、競輪専門チャンネル、スピードチャンネルの、イメージがあるユニットにあたる、スピーチーズへの参加もあった。2013年、スーパー GT、ウェッツスポーツレーシングプロジェクトバンドの、レースクイーンに復帰し、翌2014年1月10日に発表された、日本レースクイーン大賞2013では4代目と、 なるグランプリを受賞。同年のコスチューム部門でもウェッツスポーツがグランプリを受賞した。日本レースクイーン大賞では2015年度の第6回大会受賞式で司会を務めている。2014年も引き続きウェッツスポーツの RQ を務め、同年10月27日にはレースクイーンオブザイヤー13から14を受賞。2012年の立花先以来となる2人目の R9 賞2巻を達成した。当時29歳での受賞は歴代最年長記録だったが2018年2月2日に西村一香がこの年齢でレースクイーンオブザイヤー17から18を受賞しており結果的には大記録となる。またこの年からは多摩ケーブルネットワークへの番組出演を開始。地域情報番組スタジオ21の火曜日キャスターや 冠番組、チャリ、娘マヤの冒険などに出演している。2015年4月1日、それまで所属していたネットアージュから、プラチナムプロダクションに移籍。これを機にレースクイーンを卒業し、グラビアモデルとして、ソロイメージ DVD を4作リリース。また、口述する、マイスマ TV で、冠番組を持つほか、格闘技団体、理人の、ラウンドガールも務めていたが、 2019年3月31日付をもってプラチナムプロダクションを対処し、現在はフリーで活動している。2019年はウェッツスポーツバンドをアンバサダーとして、スーパー GT 開催サーキットや関連イベントでの MC を担当。2020年5月13日、3A より写真集 AL マニアーナを発表。モデル活動開始から11年。 三35歳で初の写真集となった。2014年メガウェブにて佐野誠彩の RQ フラッシュは芸能プロダクションリップが運営するスマートフォン放送局マイスマ TV で毎月1回放送されていたトークバラエティ番組。地震初の冠番組として2015年4月にスタートし2016年6月まで1年3ヶ月に渡り 東京都新宿区三栄町のボナスタジオから公開生放送が行われた。なお、レースクイーンオブザイヤー受賞者がマイスマ TV で冠番組を持ったのは青山めぐに続き二人目であった。ありがとうございます。